今日大阪福岡なんですけど、昨日の夜は一緒に過ごされたんですか皆さん。はい、はい、食事してね。あ、そうなんですか。はい、その後もうちょっとだけあの部屋で飲んで。部屋飲み、はい、部屋飲みですか。そう5人です。修学旅行みたいな。修学旅行飲んだらダメですけどね。ドラマのファーストシーズンから共に走り続けてきた5人、作品を通して絆を深めてきました。改めてコードブルーってどういう作品ですか。この4人がいるから余計にこう、家族ってまで言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど、それぐらい信頼を置いてる人たちなので、家みたいな安心できる場所っていう感じですかね。ほっとするというか、そんな関係性ってこうお仕事で戸田さんありますか。他にやっぱ枕投げできるほどの仲っていうのはなかなかない。やってねえよ。やってねえよ。やればよかったね。でもね、忘れてた。ちょっとこれぜひ指さしていただきたいんですけど、10年でこの人一番変わったなって思う方誰ですか。せーのでいきますね、はい、せーの。一番多く刺されたのは山下さん。その訳とは、どっちが変化したのかわからないんですけど、意思表示をしてくれるようになって。10年前 どんな感じだったんですかね。表情ももうすごく豊かになりそう。なかったんですか10年前。なんかよく笑うようになった、ね。まあ、相沢という役柄で笑うようになったっていうのが。確かにね、役の変化に合わせて。ちょっとあの10年前の山下さんが心配になったんですけど、どんな感じだったんですか。いや、苦手だったんですよね。あのみんながとかじゃなくて、はい、自分自身もこう人とどうやって接すればいいのかっていうのを、なんかちょっとね、閉ざしてしまってた多分時期もあったのかなっていうので。でも今は本当に人を好きになったので、あと自分のことも多分認めることができてきたのかなっていうのが、山下さんほぐした5人でもあるわけですね。だからあの10年間変わらずいい関係をこう続けてられてるんだろうなって思います。そう考えるとすごい作品ですよね。